皆さんこんにちは、イムランです。先ほどよりもさらに斜めでお送りいたします。 So welcome to 英語英会話一日一言。 Today's 一日一言 is 1028. She has a great personality. She has a great personality. これはどういう意味でしょう。3秒考えてください。 OK! では答えです。答えは、彼女はとてもいい人です。彼女は素晴らしい人です。彼女は人格者です。こんな感じで使います。 OK? So great personality、 personality が性格、すごくいい性格なんですけども、すごく素敵な人とか素晴らしい人、この personality、 人格とかという意味でも使うので覚えておいてください。 OK? すごく性格がいいというよりも、もう本当に何ですかね、もう本当に素敵な人なんですっていうような時に使います。 OK? So 皆さんもぜひこういうお友達がいたら私に紹介してください。 OK? まあこれ見てる皆さんがそうかもしれませんね。 OK? So ぜひ皆さん、こういうお友達がいたらその人に向かって、あ、その人のことを She has a great personality って説明したりとか、そうです、まああとつぶやきですね。 You haveA great personality って本人に言ってもいいですし、本人に言うのが恥ずかしかったら心の中で言ってください。 OK? Alright. So, まあ性格がいいという、まあすごくいい人ですね。 OK? そういう人を見かけた、そういう人に対して使う表現です。ぜひ覚えておいてください。そして今回皆さんの personality を教えてください。あなたはどういう方ですか。こう YouTube の下にですね、コメント欄があるので、そこに私は何々です。まあ、英語でもいいです。英語思いつけば英語で、思いつかなければ日本語で書いていってください。そしたらそのうち、一日一言で取り上げるかもしれません。OK? 私は怠け者ですとか、私は釜とトですとか、OK? そんな感じ、何でもいいので、思いつく限り、どんどん書き、自分に関するこの形容詞、性格系の形容詞を書き出してください。OK?OK、okay? okay. そんな感じですかね。OK! Alright! So, thank you very much for watching. I'll see you in my next video lesson. Alright? Take care! Bye!